こんにちは。こんにちは。今日はね、富山駅来ております。レースの帰りね。はい、はい、なんとね、和歌山の小林文くん、自己紹介お願いします。ちょっと和歌山の107期の小林文也です。よろしくお願いします。そう、お願いします。今日なんでここにいるかって言ってね、彼ね、趣味でピアノやってます。やってるみたいでね、富山駅にはあそこ今弾いてるんですけど、ストリートピアノがねあるんですよ。そこでね、彼が披露してくるっていうことなんでね、初めての試みですけど、ちょっと競輪選手がどんなメンタルであそこにこの人の多い中にやるかっていう企画、頑張ります。ぜひ見せてください。行ってきます。じゃあ行ってきましょう。行きます。今向こうやってますね。マッチです。緊張します結構あるよね。みんな挑戦してる人が多いね。学生が多いっすね。結構います。先生がうまいね。練習してる。今から、今からちょっと、だからね、この現役の特許でやってるんだけど、度胸試しで。行きたい。まだ練習かな。ちょっと待って、ちょっと待って。セッティングするわ。まだね。恥ずかしい？あ、いけるんですか？これもね、練習中。練習中ばっかり。
発勝負っすね。一発勝負だな。一発勝負っすね。どうすか、もう一回引きます。どっちもいいよ。行く。どう、変わるんじゃん。まだ一回詰まりましたね。ちなみにさ、はい、やり始めて何年だっけ。3年目です。3年 で、はい、3年でどうすか皆さん。この仕様はなかなかやるんじゃないですか。 あの子に、うん、聞かせてあげた。あの言ってもらえばよかったっすね。あ、そうやな。よかったね。聞いてくださいよ。もう一曲、じゃあ締めていく。以上です、はい、ありがとうございます。じゃあまた、またね、よろしく。バイバイ。